ヨアビス・ホセ・メディーナは、ベネズエラカラボボ州プエルトカベージョ出身のプロ野球選手、右投右打ち。2005年にシアトルマリナーズと契約。2006年から2009年までベネズエランサマーリーグ、マリナーズでプレー。2010年からは A- 級、エバレットアクアソックス、A 級、クリントンランバーキングス、トリプル A 級タコマレーニアーズでプレーした。2013年、メジャー初昇格を果たし、4月16日のデトロイトタイガース戦で5番手投手として初登板を果たした。5月14日のニューヨークヤンキース戦で初ホールドを記録。5月26日のテキサスレンジャーズ戦で初勝利を挙げた。2014年2月25日にマリナーズと1年契約に合意した。2015年5月19日にウェリントン・カスティーヨとのトレードでシカゴカブスへ移籍した。移籍後に傘下のトリプル A 級アイオワカブスへ配属され、6月17日にメジャー昇格した。オフの12月17日にブレンダン・ライアンの加入に伴いDFAとなった。2015年12月23日にウェーバーを経てピッツバーグパイレーツへ移籍したが、2016年1月19日にDFA。29日に40人枠外となった。その後、2月3日にジェシー・ビドルとのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。開幕後は傘下のルーキー級ガルフコーストリーグフィリーズで3試合の登板にとどまり、7月3日に自由契約となった。以後はベネズエラのウィンターリーグでプレーを続けている。ありがとうございます。